覚めましたか。パパママママママ、いた。今回はこちら、秋田比内地鶏鶏めし、あ、じゃあこだわりの鶏めし、あのね、秋田比内地鶏こだわり鶏めし。日本三大地鶏の比内地鶏を使用したこだわりの鶏めし、比内地鶏の照り焼きとつくね、ごまそぼろをお楽しみください。いや、これうまそう。ほっぺた落とさんように気ぃつけなあかんな。にゃ、俺らも思んないやろ。さあ、来ました。比内地鶏お弁当でございますか、これは。はい、鶏めしね。鶏めしでございます、はい。結構ね、いろんな具材が入ってるんですよ、うん。で、僕の注目したポイントはね、皆さんね、やっぱこういうつくねとか行きがちでしょ、鶏やからね。ここにね、なんかものすごいそぼろ状のやつが入ってる。うまい。これ僕気になってるんですよ、このそぼろ状の。うまそうやな。でもまずオーソドックスに鶏飯いきましょうか。食べるとかさ、うまい。あ、やっぱ違う。これね、あ、鶏肉が全然違う。やっぱり比内地鶏ってこんなにしっかりしてんの。そら秋田ですよ、三大地鶏ですからね。うまい。ほんでまたやっぱ駅弁独特のお出汁で炊いてるから、うん、もうこのお米一粒一粒に味が染み込んでるからむちゃくちゃ美味しい、うん。そぼろ状のこれ なんでこんなに、ここちょっと気になりますね、この角。そばけんいただきます。そばうまい。これごまが半端ない。セサミン取り放題。うまい。うまい。セサミン取り放題、うまいのサンドイッチ。ちょっとパン味なかった。ボリュームなかった。セサミンサンドイッチな。ボリュームなかった。薄いパンやったで。喉乾いた。喉乾いたわ。パンだけやからな。ほぼ。まあ食べて。引っ張りすぎやわ。パンの話で。山菜かな。なんかそうやな。クッキーっぽいね。めっちゃうまいやこれ。これ何これ、これ食べてみて。これもご飯が進む。うわー、何これ、どうよ、これ山菜濃厚やな。佃煮、うん、山菜のなんか佃煮なのな。うわ、これこれうまいな。これむっちゃ、これお土産で売ってへんのかな。これだけ売ったへん。これうまいわ。むっちゃ売ってたらどうする。いや、むっちゃ俺らが無知なだけで。びっくりするわ。むっちゃ有名やったらどうする。ごま、セサミンとこ食べてみて。あ、ここだけ、なんか味ちゃうね。ほんまに味変えてやる、ごま、ここの端っこだけ。ごまがすごいね。口の中にごまがわーって広がる感じ。これほんま美味しい。セサミンな、うまい。うまいやろ。セサミンうまいよ。サンドイッチしたね、逆に。セサミンやからもうボロボロになるから。どういうこと、一回固めてってこと。ごまはセサミンのごまを固めてうまい挟んでセサミンか。おこしみたいな感じやな、セサミンの固め方で言ったら。挟めへんやん、ごまやったら。おこし、え。さあ、それでは、はい、今回は、うん、石川君、優しい石川君に評価してもらっていいかな。いいんですか。うん、わかりました。お願いします。はい、今回の駅弁、石川君、評価をお願いします。今回の駅弁、人間の体で言いますと膝。石川君、いや、あの、いや、違う、例えが分かりにくいから膝。いや、ふんやなくて、あの、
点数でいいよ、100点満点中何点って言った方が分かりやすい。ああ、そうそうそう、分かりづらい。ちょっと人間の体でいう膝って言われたらさ、その年取ったら一番弱なるとこやからさ、一旦なるとこやから、それまた意味が変わってくるから。そこまで深い意味あんの？点数でいくつですか？100点中98点。出た、おお高得点。やめて、こういい感じの時に咳すんの。ああ、出た。いやー、でもすごいよね、なんかそのお前美味しかったもん、何しか顔パンパンすぎて、怖い怖い、あれの笑いが怖い怖い。いや、無理して笑わんでよ。いや、無理してたよ。いや、面白かったですよね。どうでしたか、我々の部位見ていただきまして。美味しそうでしたか？美味しそうでした、美味しそうでした。いや、ほんまにね、なんやろ、お弁当業界、駅弁業界って、日々進歩してるっていうか。そうですね。いや、あのクオリティで1000円なんやと思った、ほんまに美味しかったです、本当にね。あれおすすめ、ほんまに。まあまあ、まあ、我々がわちゃわちゃ言ってるとこはあんまスタジオではね、あんま響いてなかったですけど、毎回こんな感じ。これ、まあ、YouTube で見たら変わるから。なるほど、印象が。なるほど。あの毎回ね、あの点数言っていくんですよ、我々は。で、必ずなんか違うことを言ってるんですよ。そう、ボケって最初はなんか、数字言ったのに、今日は膝って言ってましたけど、本来の実力ではない。なるほど。まあ、そうだね、ルールに縛られてやってるから。なるほど。まあ、慣れていくと思うんで。ちょっとでも、無理やん、なんかいきなりな、食べられへんから。そうそうそう、空手は強いけど、K-1 で上がったら、もう一つみたいな。調子悪いな、今日仕事だった。今日もうエンディングやで、ね、もう終わるで、番組大丈夫か。1時間持たなかったです、体力が。ボケの体力が1時間持たなかったです。ダメです、アップのエンディングでございますので、はい、さあ、お別れの時間となりました。はい、ね、ひなこちゃん、はい、僕ね、この収録始まる前にね、はい、あのフォーミドクロ君に、ひなこちゃんどんな子って教えてって LINE したんですよ。帰ってきましたよ。おお、帰ってきた。今になって、おギターができる、歌うまい、体柔らかい、どんどん専属モデル、猫大好き、無邪気で仕事でもプライベートでも立ち振る舞いはずっと同じ、本当性格のいい子、妹可愛い。ありがとうございます。過剰書き。過剰書き。妹さん、妹可愛い。あ、妹もアイドルやってます。あ、そうなん、同じグループ。違います。虹のコンキスタドールっていう電波組さんの、ちょっと妹分くらいになるのかな。はぁ、はい、いくつ妹は。妹が高校2年生です。高2。一緒に住んでるの。住んでます、住んでます。ちょっとこう喧嘩とかないの、その姫キャラとかさ、そっちの情報交換。全く全くないです。あ、そう。でももちろん家でどっちも練習するんで、公開前の曲とか見れたりはするんですけど、どっちもちゃんと大事にしてもらえます。大丈夫。ギターもできて、歌もあって、体柔らかいの。まあ、そうか、ジャンプ、体柔らかいね。そうだもんね。めっちゃ柔らかい。はい。こういう人はもっと早く欲しかったんですけどね。そうですね、オープニングで仕入れときたかったね。遅いのよ、ボンちゃん。今はおったと思う、たぶんな。ボンちゃんね。遅いの、遅いからね。どうでしたか、ひなこちゃん、今日は来ていただきましたか。めっちゃ楽しかったです。ほんま？はい。マジで？また遊びに行きたいです。ぜひぜひ、ボンさん。僕らのイメージって変わりました？それとも、そのままやったかって。いや、当時のあの面白いレギュラーさんのままでした。なるほど。いやいや、当時からおもろかったからね。なんかずっと面白い。そう、ずっと二軍で調整するから。肩ね。うん、俺このとこで全然ハマらない。野球の野球接待で。そうですね。ビューティーパークガールの皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひまた来ていただきたいと思います。ということで、女子学ステップアップバラエティビューティーパークプレゼンツレギュラーのお楽しみ会は以上でございます。また来週、さようなら。